はい、皆さんこんにちは、吉田沼さんです。いつも YouTube、Facebook、アメブロ、メルマガいろいろ見ていただいてありがとうございます。今日はですね、好きなことをやって稼ぐって話をしたいと思います。はい、昔ですね、よく読んでいた中谷明先生の本の中でですね、本の中だったか DVD だったか忘れたんですけど、あとあるいは、ツタヤで書いたビデオとかです。だったかもしれない。わかんないですけど、ビデオじゃない、DVD か結局ね。まあいいんですけども、好きなことをして稼ぐって話がありました。もっと言うと好きなこと以外で稼いではいけない。好きじゃないことは、選んではいけない。そんなことを言ってましたね。で、当時ですね、とはいえ、というふうにね、思ってました。で、同じようにですね、質問した人がいて、で、永谷先生がですね、いや、好きなことを職業に、好きなことを仕事にしても食べていけないじゃないかという質問をした人がいました。で、それに対しての中谷明先生の答えは、それは好きさが足りないっていう答えだったんですね。例えば、ゲームが好きな人、ね、ゲームばっかやってる人、もう家でゲームばっかやってる。で、それでは食べていけないではないかということもあるわけですよね。でも、本当に好きだったらですね、ゲームをやりまくってですね、そのゲームに関して、Twitter でも Facebook 何でも書いたとしますので、で、それが認められて、あ、こいつは面白いなという話になればですね、あるいは自分で売り込むでもいいですよ。そしたらば、例えば雑誌でちょっと記事書いてくんないかって話にもなるかもしれないし、とにかくですね、好きさっていうのが半端なくそのゲームに対してあればですね、それは絶対それで食べていけるという話をね、されてました。例えばですね、アイスマンってさんって知ってますかね、皆さん。堀江さんの堀江もんチャンネルで初めて見たんですけど、そしたらですね、テレビでですね、なんかのアイス、どっかの県の、県だったかな、そうですね、日本のどっかの県の人は冬でもアイス食べますみたいな、アイス消費率ナンバーワン日本でみたいなあって、その中のコメントとして電話ですけど、アイスマンさんが出てて、あ、アイスマンさんだと思って見てたんですけど、だからアイスマンさんはアイスを食べ続けて極めてるんですね。1日3本食べてるんですよ、したけどね。で、3本って少ないと思うかもしれないですけど、1ヶ月で90本って話ですからね。ですよね。100本近いわけですよね。すごいでしょ。っていう話で、だからアイスを極めてるんですよ。で、新商品のこういうアイス出たんですよ、みたいな感じで、アイスマンさんが言うと、これはなんかすげえかなとか思うわけですよね。で、仕事も来てるわけですよね、アイスマンさん。夏が多くて冬は少ないって言ってましたけど、そういうことなんですよね。